乃木坂のメンバーとしても活躍されており、今後女優やモデルとしての活躍が期待される山下美月さん。今回はそんな山下美月さんの実家が玉川上水でお金持ちなのか、高校や大学などの学歴、頭がいいという噂についても調査しました。2016年9月、乃木坂の3期生オーディションに合格し活動開始。2018年3月、シングルシンクロニシティにおいて初副陣としてフロントメンバーに選抜。2018年10月より女性ファッション誌の専属モデルになる。2021年1月27日発売のシングル僕は僕を好きになるにおいて自身初の表題曲センターを務める。2021年4月期の TBS 系火曜ドラマ聞かざる恋には理由があってで地上波プライムタイの連続ドラマ初出演。2024年5月12日乃木坂から卒業。ここからは山下美月さんの実家が玉川上水でお金持ちなのかという噂についてです。山下美月の実家は玉川上水なのか、まずは山下美月さんの実家は玉川上水なのかについてですが、出身は東京都と公表されています。ただ詳しい出身は東京都西多摩郡瑞穂町とのことです。細かな出身地についてはご本人が公表されているわけではないようですが、小中学生の時に作文で優秀賞を獲得されており、地元の広報誌などに掲載されていたことから発覚したようです。そのため玉川上水が実家ではないことがわかります。ではなぜ玉川上水という噂があるのかについてですが、玉川上水近郊で山下美月さんの目撃情報が多発したことにあるようです。この目撃情報に関しては通われていた高校が関係するようです。また2021年4月からの川口春奈さん主演ドラマ聞かざる恋には理由があってに出演されており、その撮影が玉川上水駅近郊であったことから目撃情報があったためのようです。山下美月さんが高校生だったのは2015年から2018年まで、ドラマの撮影は2021年と両期間の重複はありませんが、頻繁に目撃された場所がたまたま同じだったことから、たった噂だったのかもしれません。ここからは、山下美月さんの実家はお金持ちなのかという噂についてです。調べたところ、山下美月さんの実家がお金持ちという根拠になるような情報は見当たりませんでした。ただ、ショールームにてご本人が実家には自分の部屋はないと発言されています。またご家族はご両親と祖母とのことで一人っ子とのことです。お父様に関してはご本人がかなりの転勤族と話されていたようで、様々な場所に移り住まれていたそうです。ただ山下美月さんご本人は地元の小中学校に通われていたようなので、お父様は単身赴任されていた可能性が高そうです。転勤族というだけではご実家がお金持ちかどうかも判断までは難しいように思います。またお母様に関しても心配性とのエピソードがあり、写真集の撮影時にお母様より大丈夫、脱がされたりしてないと心配をしてメッセージを送ってきたというエピソードもあるようです。高校時代は中華料理屋さんでチャイナドレスを着てアルバイトをされていたともご自身で語られています。このように山下美月さんのご自身やご家族に関するエピソード等あふれていますが、実家がお金持ちと明確に言えるようなエピソード等は特に見つかりませんでした。なぜこのような噂になっているのかについても原因は分かりませんでした。高校時代は将来の夢として臨床心理士を目指されていたということで、大学の進学を目指して進学校を選択されたのではないかと思います。2016年の高校生2年生の時に乃木坂に加入された後転校をされています。この時点で臨床心理士の夢ではなく芸能活動の方を選択されたのではないかと思います。今回は山下美月さんの実家は玉川上水でお金持ち、大学や高校の学歴、頭がいいという噂についても調査しました。結果、
山下美月さんの実家は東京都西多摩郡瑞穂町。玉川上水は出演していたドラマの撮影などでも目撃されていた場所、実家がお金持ちという情報に関しては明確な根拠や情報は得られず、高校は転校され卒業、大学には進学していないということが分かりました。ありがとうございました。